おはようございます。今日のテーマは変形性膝関節症です。予備軍も含め50歳以上の2人に1人と推計される変形性膝関節症、健康寿命を延ばす妨げとなる膝の痛みを解消するにはどうしたらよいのでしょうか。運動、薬、最新の手術から再生医療まで広がる治療の選択肢、気になる膝の疑問にお答えします。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。札幌市内にある三つ葉整形外科クリニック、全道各地から受診する50歳以上の患者さんのおよそ4割が膝の痛みなどを訴える変形性膝関節症だといいます。変形性膝関節症の患者さんなんですが、増えているんでしょうか。はい、変形性膝関節症の原因は加齢、運動不足、体重増加、若い時の怪我の起因などがあります。今の日本では65歳以上の高齢化率が約 29%、 今後15年間も増え続けていきます。この中の運動不足もあって、間違いなく患者さんは増えていきます。変形性膝関節症とは、膝のクッションである軟骨がさまざまな原因ですり減ります。関節の隙間がなくなり、骨と骨がぶつかり、関節内に炎症が起きたり、関節が変形したりして痛みや腫れが生じる病気です。先生、実は私も一言ではなくて、はい、ちょうど去年4月にですね、膝の痛みがあって変形性膝関節症だと診断されたんですが、はい、こちら去年の私の左膝の MRI 画像なんですが、はい、先生からご覧になっていかがでしょうか。膝のお皿と言われている膝蓋骨と大腿骨の隙間の軟骨がかなり減ってました。で、炎症、水も溜まってますし、これは非常に辛かったと思います。歩くのも、ね、困難だったと思います。そうですよね、歩くのも辛かったです、はい、非常に痛みがありました。まあ、その後ヒアルロン酸の注射を打って、まあ、痛みはだいぶ改善されたんですけど、根本的な解決法にはならないと思ったので、私は軽めのトレーニングを始めたら痛みが随分取れました。やはり運動というのが非常に有効な治療法だと言えるんでしょうか。運動は、ね、非常に重要です。はい、ある研究によりますと、はい、変形性膝関節症の、痛みを放置しておくと、はい、その後健康寿命が短くなり、介護の対象になる危険性が約6倍になると言われています。はい、運動は膝関節周囲の筋肉を増やして、その筋肉は膝関節を支えてくれることによって膝の痛みが減少します。定期的な運動習慣はまた体重減少の効果もあります。なるほど、そうですね、肥満防止にもなる、はい、ということですよね。ただ私もそうだったんですが、運動の習慣がない人が急にですね、こう運動を始めようと思っても難しいと思うんですが、どんな運動をしたらいいんでしょうか。はい、三つ葉整形外科 YouTube で、はい、紹介している運動の一例をご紹介いたします。はい、体の硬さをほぐすストレッチと筋力トレーニングを推奨しております。無理せずにコツコツ続けることが大事で、週に150分以上行うことが効果があるというデータもあります。自宅で簡単にできる膝磨き体操。膝のやや上に丸めたタオルを入れ、内ももでタオルを挟みます。内ももの力を緩めず、ゆっくりとかかとを上げ、つま先立ちをします。顎を引き、体はまっすぐに。内ももの筋肉を意識しながら10回から15回行います。膝が痛くてですね、運動ができない場合はどうしたらいいんでしょうか。はい、膝が痛いと運動ができなくなりますよね。はい、膝痛の諦めを捨てましょう。痛みの原因を明らかにして向き合うことが大切です。はい、そのためにはまず整形外科を受診して、投薬治療や関節注射、リハビリテーションなど保存治療を始めていただくのがいいかと思います。よくちょっと疑問に思うことなんですが、はい、膝が痛いときは冷やした方がいいんでしょうか、温めた方がいいんでしょうか。はい、膝が腫れて熱を持っていたり赤みがある場合にはまず冷やしてください。その場合には湿布剤じゃなくて氷で冷やしてください。はい、
また慢性的な痛みの場合には温めてもいいかと思います。気持ちのいい方を選んだ方がいいと思います。ただ運動ですとか薬など保存療法で痛みがどうしても取れない場合というのはどうするんでしょうか。はい、多くの痛みは保存治療で、軽快します。とはいえなかなか取れない頑固な痛み、日常生活に支障が出る痛みに対しては手術を検討することになります。診察と画像診断を行って重症度を評価し慎重に手術を決定しています。変形性膝関節症の手術には主に骨切り術と人工関節置換術があります。また人工関節は部分的に置き換える方法と全てを置き換える方法の2種類があり、患者さんに合わせて慎重に選択します。患者様の年齢、変形の程度、重症度によって関節鏡や骨切り術、人工関節手術などの手術方法を選択します。人工関節手術には悪い部分だけを置換する部分置換術と全置換術があります。どの手術にもリスクがあり、医師と相談してその方に合った手術方法を選択することが大切です。この後は再生医療、そのメリットデメリットは。さて変形性膝関節症の治療法なんですが、保存療法、手術、そして第3の治療法として今注目されているのが再生医療 APS 治療ですけれども、これは悪くなった軟骨がこうきれいな軟骨に再生するという意味なんでしょうか。はい、残念ですが軟骨自体が再生するということではございません。患者さんはご自身の血液から炎症を抑えるタンパク質と軟骨を保護する成長因子を抽出した APS、自己タンパク質溶液といいますけども、これを患者様の膝関節に注射する治療法を APS 治療法といいます。実際は変形性膝関節症の進行を遅らせ痛みを軽くし炎症を抑える治療です。また手術とは異なって外来で1回のみ注射する体への負担が少ない治療法です。対象となる患者さんはですね、変形性膝関節症の病気4期のうちグレード2から4の方が対象となります。病気の早いほど効果が大きい印象があります。一方対象とならないのは半月板の損傷が原因での痛み、関節の重度の変形、関節リウマチなどの炎症疾患、がんや感染症を患っている方などが挙げられます。この再生医療 APS 治療のメリット、そしてデメリットというのはどういうところにあるんでしょうか。一番の特徴はですね、患者様自身の血液を使う治療ですので副作用が少なく安全性がですね高い治療だと言えます。一方デメリットはですね、まだ保険が効かない自由診療なのでお高いです。はい、また我々の経験ではですね、進行したグレード4の、患者様では治療効果が4割、残念ながら全ての方に効果がある万能な治療ではございません。全ての患者さんに効果が、あるというわけではないんですね。APS 治療はですね、炎症を抑える効果が非常に高いことが、経験から分かりました。APS 治療だけで治す、再生治療だけで治す、ということではなくて、APS 治療で膝の炎症が収まったその時にですね、運動習慣を身につけることが非常に重要だと思います。基本は痛みを取って運動するということです。APS 治療は膝の痛みを取って運動するきっかけになり得る治療だと思います。さて最後になりますけれども、多くの日本人を悩ませる変形性膝関節症、私たちはどう向き合っていったらいいんでしょうか。変形性膝関節症は変形が進むにつれ、歩くのが困難になっていきます。また進行するほど治療も選択肢も限られてしまいます。ですから膝の痛みを諦めない、痛みを放置せず早めに整形外科受診をお勧めいたします。患者さん側も正しく理解して早めに自分に適した対処法というのを見つけていきたいですよね。私も運動を続けます。はい、千本先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。
松本裕子の病を知るは毎月第2第4日曜日朝6時15分放送です。